古宮克人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。で今日の質問はですね、これ結構リクエストあったんですけども、まあ、2006年の、準々決勝、まあ、私が、高校3年生の夏の大会の、甲子園ですね、準々決勝で帝京高校とやった試合がありまして、で、9回に、まあ、帝京高校に8点取られて大逆転を食らうわけなんですよね。その時にマウンドに上がってた智弁和歌山のピッチャーっていうのがエースナンバーをつけた竹中選手っていうピッチャーがマウンドに上がって、で最後5点失ってからとどめのスリーランを浴びて8点奪われたわけなんですよね。でそこでやっと高島先生もピッチャー交代っていう風な形で竹中選手をベンチに下げて2年生の松本投手をマウンドに送り込むっていうような采配をされたんですよね。でこの質問された方たちはまあ本当にカメラでも抜かれてて、まあ、ベンチの前で高島先生が竹中投手に対してこんこんと何かこう話してるわけなんですよね。でそこで高島先生は一体竹中選手に何を言ってたのかっていうのが気になるっていうようなコメントを結構たくさんいただいたので、それについて答えていきたいと思います。で最近ですね、まあ、私も高島先生とお話しする機会結構あってですね、その竹中選手に何を言ってたのかっていうのを実際に聞いてきました。でまあ、あの甲子園の大舞台でですね、1イニングで8点取られた経験の持ってるピッチャーなんかいないですし、しかも、もうこれは勝ちだろうって思ったゲームの最終盤でもうなんと大逆転を食らって、もうチームのもうこれで負けやみたいな、そんな状況に追い込まれる経験をしたピッチャーって本当に、少ないと思うんですよね。でそんなピッチャーに対して、まあ、甲子園っていうのは高島先生の中では当然勝負の厳しさを味わう場所ではあるんですけども、やっぱり教育の場なんですよね。でそこで高島先生が竹中選手に何を言ったのかというと、まあ、この経験はいずれ君の野球人生のどこかで必ず生きてくるから、しっかりとこの経験を生かしてこれからも野球を頑張りなさいっていうようなことを、あのゲームの9回、ノックアウトされて帰っていた竹中に、そういう言葉をかけてるわけなんですよね。で、まあ私センター守ってましたので、まあベンチの前で、まあ高島先生が竹中に、あ、なんか言ってるわみたいなことを見て、で、まあ見てたんですよね。でもまあまあそういう、そんなことよりも、まあ今このゲームに集中しないといけないと、松本が投球練習して、よし、またプレーやと。で、松本選手が、帝京高校の1番バッターに不破選手っていうすごいいいバッターがいたんですけど、そのバッターに対して松本投手が1球で抑えて、ショートゴロで抑えて、あ、サードゴロだったかな、サードゴロで抑えて、まあ多分あれ亀田選手がちょっとあのボール長く持ったりして、多分1塁セーフだったと思うんですけども、1塁の塁審の人がもう空気読んでアウトって言ってくれて1球でチェンジになったんですよね。で、まあ、私センターからこうベンチに帰っていく中で、なんかこう8点取られて12対8のビハインドになったんですけども、1球で抑えたことによって、あれ、なんかこれいけるんちゃうかなっていうような気持ちが芽生えながら、まあセンターからベンチまでのだいたい100メートルぐらいの距離をですね、こうやって会長に走ってベンチに帰ってきたら、ベンチの奥の方で竹中がもう下向いて、竹中投手が下向いてこうやって泣いてるわけなんですよ。うわーと思って、で、まあ、ベンチに入って、竹中もまだ負けてないやろって、ひっくり返してあるから、みたいな仲間の声もありまして、でもそんな、まあ今までずっと3年間、一緒にやってきたエースのその最後、自分のせいで負けや、みたいなところで泣き崩れてる姿を見て、おそらく、まあ私も含めてチーム全員が、あ、もう絶対竹中を負け投手にしたあかんっていうような気持ちがぐわっとこう芽生えてきたんですよね。で、先ほども言った通り、1球で、チェンジになって、で、その後ベンチに帰ってきて竹中を見て、ああ、もうこれ絶対負け投手に刺したから絶対ひっくり返すっていうので、まあ、ベンチのボルテージが高くなって、先頭の上場選手、2人目の広井選手っていうのが、連続フォアボール、橋本のスリーランっていう感じで、ぐわーって盛り上がっていったわけなんですよね。でそうやって、竹中選手を、もう絶対この悔しい状況のままで悪い思い出にしないっていう、まあ、チームの
一丸となった力っていうのもあって、まあ、あれから、しっかりと逆転につながっていったんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、そういうふうにして高島先生はもう本当に試合中であろうが何であろうがもう冷静に今、グラウンドで いろんな経験をしてきた選手に対してしっかりと人間的な指導をすると、まあ、中にはその野球でどうするかみたいなことを野球の戦術的な部分を結構語る監督さんも多いと思うんですけども、どちらかというと高島先生はそういう人間的な部分の指導を試合中にやられることが結構多かったので、本当に竹中選手にとってはまあ打たれてベンチに帰ってきて、まあまあ本当にこのまま負けたらこの試合が最後になるっていうので、もう本当に厳しく叱られた方がどちらかというともう本当に良かったんかなと思うんですけども、まあ、そんな中でも優しくもうこれ負けたとしても君の次の野球人生に生かしなさいと、こうここで高島先生にそんな優しい言葉をかけられるかっちゅうぐらいの言葉をいただいて、本当にもう心の底からもう涙が出てきて、でも本当に彼にとってはすごい感謝しているシーンじゃないかなと思います。まあそんな感じなんですよね、あの時は。はい、どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。